そこのコミ先のバグショートカットのやり方について解説します。まず、先の絵のカーブに合わせて左ドリフトをします。オレンジのタイルを目安にキノコを使い、左側の柵にドリフトしながら突っ込みます。柵にぶつかった後、8Bを同時押ししながら左ハンドルを切ります。キノコが切れると同時に柵を抜けれたら成功です。柵から降りたらコース終盤まで続投します。後ろから2番目の看板を目安に旋回します。ここを通過するときに周回判定されるかどうかが決まります。周回判定が出たら成功です。ご視聴ありがとうございました。